はず。本日のゲスト、藤岡修司さんです。あ、どうも、はじめまして。誰やねんってなるよね。っていう話なんですけど。うん、まあまあ、中学生からの一番のお友達ということでですね、この西田正樹を一番知っているであろう人に、こう、いろいろ喋ってもらおうという、今日は企画でございまして。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そんな真面目ブランドですね。あ、ほんまですか？なんか見てたら真面目な対談系が多かったので。普通で大丈夫。あ、普通でいいですか？普通で大丈夫。緊張してない大丈夫ですか？緊張はしてるでしょうけど、はい、君はね。まあじゃあ、早速ですが。はい。何？じゃあその、まあ、まあ、中学生から僕を一番知っているわけじゃないですか。そうですね。なので、その中学生時代のこう、うん、僕との思い出なんてものを、こう、喋っていただければ。思い出は、それはまあ、いろいろありますよ。うん。言えるやつにしてな。言えるやつ。うん。言えないやつは、まあまあ、最悪ピースすればいいねんけど。中学の頃よく、5人かな、はあ、?5 人で遊んでましたよね、確か。そうですね。はいはいはい。家に泊まりに行って、うん。まあ、家の前が森、竹林、うん、竹林で、要はその、まあ、エアガンを。エアガン、俺、ハマってたからな。ハマってて、もう家にいっぱいありましたね、エアガン、大きいやつ。大きいやつからちっちゃいやつがいっぱいありましたね、はいはい。よく撃たれた。いや、それは使えへんやつ。その記憶しかない。いや、それは使えへんやつ。それ使えへんの？当たり前よ、エアガン、一人向けたらあかんやつや。それでも当時、昔のことやから。時効？もう時代が時代でしょ。いや、まあ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 、ギリギリかな。か、まあ、そんなん言うたらでも何も言えないけどね。なんか逆にこう、あります？なんかこう。何がですか？何がですか？いや、なんかこう、いや、だから、思い出だから、じゃあ、俺の豪遊伝説みたいなのあるやつ。豪遊伝説はありますよ。だから、君が、はい、要はじゃあ、トータルやで。うん、俺におごってもらった金額大体いくらぐらいよ。いやー、大体いくらぐらいって、もうその想像の、まあ京都でね、京都だけじゃなくて、まあ他の場所でもあるじゃないですか。連れてってもらったりして、うん、3000万、うん、言ってるかな、君個人にね。まあ個人かな、まあまあ言ってるかもしれないね。海外とかも入れたら行っとるな。行かして、はい。行かして、はい。行ってますね、うん。その時あれでしたっけ？サイパンでしたっけ？グアムでしたっけ？サイパンやね。あ、グアムかな？サイパン。こっちやったかな？サイパンかな？ですね。サイパンやね。うん。はい。に、あれですよね。要は君が、リムジンで迎えに来い言うて。そうですね。冗談で言ったつもりが。冗談？いや、まあ、その時中学2年生か、3年生ぐらいでしたかね。はい、はい、そうですね。はい。しかもリムジン2台で。2台やったっけ？ 2 台、2台。なんでわざわざ2台で来たのかなっていうのをずっと思ってて。だから君をとお手伝いさんをやったんじゃない？うん。そう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 。多分そうやと思う。お手伝いさんも、うん、後から一緒に来たからね。迎えに来ていただいてましたよ。うんうんうん。後から一緒に来たから、はい。リムジンでしたね。そう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 。そうね。全然曲がんちゃいますかね、こんなんも。簡単にこう。軽い感じで言っちゃってますけど。そうですね、はい、いつになったら返してくれるの？はい、いろいろちょっと経験させていただきます。いつになったら返してくれるの？いやいや、返すとかそんなんじゃないじゃないですか。違う違う、恩返しってあるやんか。恩返しはそれもしますよ。鶴の恩返しっていう、そうそう、だってほんま僕もね、昨日も焼肉ちょっと出させてもらったんで。それはじゃんけんに負けただからよ、はい、君は。はいはい。それは別にじゃんけんで君が負けたからよ。それはもう恩返しじゃないですか。違う違う違う、俺がもし、じゃあもし俺が昨日じゃんけん負けてたら俺が払ってたよな。払ってた。それ恩返しじゃないよ。どっちしろ俺は払ってた。お前が負けても。やっぱ友達やから。恩返しもあるから。違う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 。お前は普通に負けたから払っただけ。俺が負けたら俺が払ってたよね。そういうとそういうことにしておきましょう、ね。だってものすごい嫌な顔してマスターカード出してる。いやいやいや、嫌な顔はしてない。ものすごい渋々マスターカード出してる。意外とちょっと高かったからね。うん、まああれと思ったけど、ね、うん。まあ美味しかったやったら良かったじゃないですか。ああ、はい、ものすごい、いやいや、ね、はい、マスターカードの方出されてる。今後も恩返しはさせていただきますので。あ、本当ですか。はい、よろしくどうぞ。ありがとうございます。そうですね。藤岡さんはね、中学生から知ってますけど、どうなんですか、西名正樹は。西名正樹は、まあ少年ですね。少年ですか。もう少年。やっぱそのアンチ多いじゃないですか。まあそれは昔からなんですけど、うん、ちょっとこう本人は悪気ないんですけど、はい、カッコつけるし、はい、ちょっと偉そうに、
喋ったりすることもあるじゃないですか。それがやっぱあんまり人はいいと思う人はいないんじゃないですか、うん、ちょっと生意気やなこいつっていうやっぱ思われてることもあるやろうし、うん、でもまあ中身はやっぱ少年で優しい心を持っている少年。そうなんですか。うん、すごい一言で言えばね、多分。なるほどね。いやまあ損してるんじゃないですか。おお、うん。でもあれやで、そんなにアンチのコメントとかないで、YouTube に関しては。あ、そう。うん。なんかほんまに応援してますとか楽しみにしてますみたいなコメントがすごい多いから。まあまあ全員が全員じゃなくてもね、うん、中にはおるっていうことで、まあ損してる。でもわざわざやっぱアンチの人ってコメント書き込まへんのかな。書きめんどくさいじゃん最近の人は。わかんないけど。ああ。少年やね。一言で言えば。一言で言うと少年です。うん、そうですか。良くも悪くも少年と。少年。そうですね。しかしまあ我々も今年38、9なわけじゃないですか。うん、そうですね。おじさんですね。人生半分折り返しということでですね。はい。そのまあ早知り合って何年ですか。何年ですか。24年目。え、ちゃうわ。25年、26年。だって12歳で知り合ってるわけやから、うんうん、26か7、うん、人生の要は半分以上知ってるわけで。そうですね。まあいろいろありますよね。まあまあありますね。僕もあのいろんなとこをね、あのずっとこうずっと一緒におったわけじゃないけど。そうね。あ、君言うとかんでいいの、あのまあ今回のこの YouTube、うん、あのウルトラマンファンの人がすごい見てくれているので。はいはいはい。ウルトラマン僕もあの好きですね。そうじゃなくて、あの14話、ウルトラマンメビウスの14話に僕もあのエキストラで出させていただいております、ね、多分2秒ぐらいかな。まあ、あの14話見れる人は探してみてください、はい、何分ぐらいのとこやったっけ、14話の14分ぐらいのとこ前後に、まあ、あの藤岡さんが、はい、出てくるんですよね。14話の14分後ぐらいのとこですね。そう2秒ぐらい。それはな、あれよな、その俺と俊二が一緒にいて、そうで、その時俺らの撮影の前にエキストラさんのシーンの撮影をしていて、そうですね、僕もちょうどその時あの、まあ、留学世界から帰ってきて、うん、で、まあすることなかったんで、オレンジに住んでたしな、うん、住んでて、そう、うん、で撮影とかもついて行かしてもらってて、そしたらまあ、はい、エキストラのシーンに出てみるっていう話になって、まあ、ぜひともって言って、はい、出ましたね、はい、出させていただきました。14話、14話ね、はい、ぜひ見ていただきたい14話、はい、要はあれよね、でも出れたんですね、でも、だって周りの人はみんなスーツで出勤前みたいなシーンやったわけだから、ね、出勤前で怪獣を見つけるみたいな、そんな中一人迷彩のバーガーかなんかで、ちょっと僕体も大きいんで存在感すごい目立ってましたよね。そうです、ね、2分だけ悪目立ちってやつですよ。そうですね、すいません、ありがとうございます。まあまあいいんじゃないですか、はい、思い出です、いい思い出です。そうですね、うん、それに続いてこうなんていうの、皆様に見てもらうのは 2本目ということでよろしいですか。そうですね、今回の YouTube で3本目はなんかその V シネとか、はい、もしあれだったらちょっと出たいなっていう。あ、 V シネの方にもありましたらね、エキストラでありましたら、ぜひ言ってもらったらすぐ行くんで。それはあれですか、あの撃たれたりとか。じゃあもうそんなのもうほんまもうさっと通るぐらいのシーンで、通るぐらいでいいんですか、うん、そんなのやったら全然あるんで。そういう演技とか僕も素人なんでちょっと無理なんで。撃たれたりとか殴られたりとかいいんじゃないですか。いやー、切られたりとか刺されたりとか、刺されたり、あのリアルに殴ってもらう、小沢仁志さんとかに。リアルに殴当たってってこと、うん、絶対嫌。絶対嫌なんで。いやいや、演技ができないって言うんやったらリアルでやれば。いや、普通にも歩くだけで通行人で後ろこうサササッと歩くぐらいの。組員とかじゃなくていいの。組員がいい。あ、組員は組員がいい。そうそうそう。あの経験できないじゃないですか、そういうのって。そうですね、うん、だから何事も経験やと思ってるんで。はは、はい、その経験いるんですか、君の今後の人生に。あったらね、なんかの役立つかもしれないし。違うでしょ、ただただ君があの神戸のキャバクラで自慢するためでしょ。何言ってんの君は。ね、何を言ってんの。ね、そういうのやめときましょう。何でですか。自慢とかしないし、キャバクラなんかもうこの時期なんで行かない。あ、コロナで。はい、コロナで行かないってことでいいですか。コロナで行かないし、僕ちょっとさっき結婚しまして。はい、知ってますよ、もちろん、
おめでとうございます。で、まあ、8月に子供が生まれるので、はい、やっぱそういう家族を大事にしていきたいなと思ってますので、はい、そのちょっとやめてもらいましょうか。何がえ、それはあれやで、2回目とか言わんでいいの？言わんで言わんで、そんなもん、ちいち。2回目の結婚とか言わんでいいの？いい、いい、いい。な、うん、今の奥さんもちょっと知ってるねんね。そうね、だって今回。妹さんも知ってるもんね。じゃあ、だって妹のお前、親友と結婚したやないか。そうそうそう、たまたま。たまたまじゃないよ。うん、俺らが要は中学校3年生の時に中学校1年生そう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 で君が出会い、はい、あの君は人生紆余曲折ありそうですね、うん、はい、寄り道もし寄り道もし、うん、そんな中向こうはね今の嫁は君を一途に思ってくれてて、はい、もう大事にしていかないといけないね。ねえ、じゃあまあキャバクラでな、ブシネ出たとかウルトラマン出たとか言うてればいいちゃうな。そうやな、言ってないよそれ、だいぶ前の話ね。その次なんか行きましょうか。なんかないですか。なんかないですか。こんな感じでいいんですよ別に。あ、そうなんですか。はい、全然全然、はい、だからそうね、だからその何、俺がさ、うん、そのまあ君と出会った時は僕は目黒正樹じゃないですか。そうやね、そうじゃないですか、うん、でまあ僕は両親が離婚したことによって西名正樹になるわけですよ、うん、でこうその時っていうのは僕はそのね、目黒正樹の頃は松方さんのお財布からお金をちょっと失敬してたからお金があったわけじゃないですか、すごく。はい、でこう離婚をしたことによって失敬するお金がなくなったから、お金がなくなったことによってこういろんな人がすごい離れていったわけじゃないですか、僕の元から。うん、なぜ君は残ったんでしょうね。なぜ僕が残った。だって別にそのお金があるお前と付き合いしたいわけじゃないし、うん、逆になぜ残ったっていう質問が意味わからない、俺は。ちょっと、え？みたいな、なんでそんな、なんだっていう。ああ、人としての、今の西名正樹、まあ、目黒正樹と付き合い始めて、あんまり揺らすと揺れるからか。あ、別にあの、人としての付き合いをしてるわけであって、まあ、いろいろ奢ってもらいましたよ。別にそれはでも、お金持ってるから、うん、一緒に遊びに行ってたわけでもないし、うん、別にね、お金がないからといって付き合いやめるわけでもないから。なるほど、うん、それはもうみんなそうじゃないんですかね。いや、だからそのまあまあなんていうんですか、数少ない、まあそういう人もおるでしょ、人なんじゃないですか、うん、君は、うん、そんな感じですか。そんな感じですね、うん。あとちょっと言いたいことがあった。どうぞ。何ですか。あのね、でも、まあ、彼も彼で、君も君で、うん、言わんでもいいことを言っちゃうやん。うん。まあ、少年な気持ちがあるからかもしれないけど、うん。だからその、どうなんやろね、その、お父様の財布からお金をちょっとくすねてたとかっていうのも、まあ、ね、ネタにはなるかもしれないけど、それをこう、異様に思う人って、なかなかいないじゃないですか。それこそ時効やん。時効ないでしょ。時効やわ。時効ない。なんでそんなの。時効ない、犯罪、まあ、お父様に感謝してるんやったらね。いや、めっちゃ感謝してるよ、うん、そういうのもちゃだからあれやで、京都行った時は、うん、まあ仕事で京都行く時あるやんか、うんうん、そういう時は時間があれば墓参りとか行くし、うんうんうん、まあまあ、あの感謝の気持ちを。京都で言えばあれですね、思い出の飯屋は天一ですかね。やっぱ天一ですね。我々はもう天一ですね。だから天一行くたびにやっぱ僕思い出しますもん。前も写メ送りましたけど。そうですね、わざわざ天一の写メだけ送られてきて。はいはい、思い出のランニングですね。今ちょっと、最近ちょっと無理やけどね。何が？こってりすぎて。あ、無理？うん。だからこっさり。うん、間な、こってりとあっさりの間。こっさり。あ、そう。あかんねえ。俺未だにこってりやで。あ、そう。うん。なんか、気合い入れてこってり。気合い入れてこってり。なんかブレたくないね。あ、そう、うん、なんかこっさり行くぐらいなら天一行くなと思ってるから俺。こっさり行くとか、ね、あっさり行くぐらいなら天一行くなと思ってる人なので、はいはいはい、まあまた行きましょう。ぜひぜひ。どこのちょっと店舗だったかわかんないけど、俺覚えてるよ。覚えてるの。俺覚えてる。9号線沿いの店舗です。また行きましょう。ぜひぜひ。まあまあそんな感じで、はい、結構回したんじゃないですか。何分ぐらい回したかな。1分ぐらい、1分ぐらいじゃなく、まあまあうまく練習してくれるでしょう、はい、よろしくお願いします。いいんですか、あとなんかこう言っとくべきことはないですか。いや、もう頑張ってとしか
あなたに対してもう頑張って、俺に対して頑張って、いやそれしかないで、いやいやそうじゃなくて、なんかこう自分の宣伝みたいなのはないですか。まああるわけないか。ないないない、子供が生まれるんで8月、はい、それは宣伝、娘になる、それは別にこっちに宣伝せんじゃなくて、こっちに宣伝してるだけやろ、お祝いをと。いやいや、そんなんじゃないよ、お祝いを。別に、うん、まあ、ほんまも頑張ってねっていうぐらいしかないし、うん、まあ、これからも末永くお付き合いよろしくお願いしますということで、はい、はい、ということで、本日の動画は藤岡修二さんがゲストで来てくれました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お前ニュースキャスターちゃうねんから別に頭下げんでえで、はい、西名正樹で、西名正樹と申します。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。